熊が目撃されたのは名寄市宝永の名寄中学校の周辺です。午前8時前、近所の住民が窓から用水路に熊1頭がいるのを目撃しました。熊は体長1メートルくらいで、その後名寄中学校のグラウンドを通り、近くの茂みを鉄塩川方向に歩いていったということです。熊は初めて聞きました。真向かいなんで、もうびっくりしましたよね。会いたくないですね。さらにおよそ1時間後の午前9時過ぎ、名寄市砺波の名寄美深道路、名寄北インターチェンジ付近で道路を横断する熊1頭が目撃されました。熊は子熊とみられ、近くの畑から山の方向に歩いていったということです。警察はパトロールを強化して警戒に当たっています。